スポーツの秋、芸術の秋、ガリタの秋、ガリタ食堂です。どうも久しぶりにまたガリタ食堂ですけれども、まあ、年中ね食欲はありますけども、ね、今回ちょっとスペシャルゲストに来ていただいてるんですよ。このコーナーに来てくれる、もう間もなくこちらの方に来てくれると思いますけども、うん、はい、お願いします。何か言いたそうだが、ああそうですか、まあ、なんですかね、まあ、出たそばから、まあ、ちょっとぼやくのもなんですけども、ね、でしょう、僕の待機している場所がおかしいと思うんですよ。いや僕ね、ここで待っててくださいって言われて、見てください、はい、あそこありますね、そこのまず一番外の自動ドアあるでしょ、はいはいはい、そしてその奥に自動ドアあるでしょ、はいはいはい、その真ん中のね、なんかエアポケットみたいなところで僕待ってください。なぜかあそこにいてくださいって言われたんですよ。あそこ見えるでしょ、動きが。いや動きも見えるんですけど、あの真ん中にいてごらんなさい、常にどっちかの自動ドア開く。めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りします。なんかすいませんみたいな感じで前出るとこれが開くんですよ。これはいかんなと思ってちょっと下がったり来たりで、常にどっちか開くんですよ。そしてしまいには加藤さん来たな。ちょっとすげえ厳しいわ。俺が出る前に加藤さん来て、ほんでそのパンと君か振ったな、一回映ったと思うよ俺。ああいう感じの見切れ方厳しいわ。登場して1分間ぼやいた大泉さんは、本日公開した三谷幸喜原作脚本監督の映画「キオス会議」に羽柴秀吉役として出演。豪華な共演陣に宣伝を任されたっぷりと PR して帰りたいところだが、おいしいもん好きですもんね。これはね、グルメやから、好きです好きです。美味しいもんね、今日はもう。いやいや、もうね、いよいよ映画の公開に向けて僕も体力をつけていかなきゃいけないので、11月9日のキオス会議に向けて、ね。何言ってんの？頑張って。何が？何が？キオス会議。キオス会議。キオス会議。あ、いや、はっきり言ったけど、宣伝させなかったら俺本当殴るから。あら、映画？毎回僕は宣伝があるから。いやいや来てるんです。いやいや。なんかありました？そうそうありました？そうですね、過去には出たことすらなくなったこともありましたね、一度。お蔵入り、お蔵入りあった。大泉さんと共演していたドラマも撮り直しという忌まわしい過去。オクラタレントですよね。別に僕のせいでオクラになったわけでも。オクラタレントあったわ。ありましたありました。その分ちょっとさ、取り返そう今日。じゃあ取り返させてくださいよ、本当に。今日はだから大泉をスペシャル1時間大泉を出っ放し。すごい。本当ですか。よーよーよー。わあ、ありがとうございます。というわけで本日はガリタさんの車でガリタさんがたまに訪れるという鎌倉へ。そこにはうまい飯と強力な助っ人が次々登場。来た来た来た。あ、ちょっと来た来た来た。あ、ちょっと待って待って待って。さらにはなぜかめちゃヒントにも参戦。ほうほうの皆さん、僕のせいじゃないですよ。今日も大泉さんの頑張りをガリタマップ片手にご覧ください。おいしそう。早くも絶品フレンチをよそに岡村大泉の喧嘩第1ラウンドがスタート。スープカレーしか見たことないからこんなあんまり。今回のデブエットはガリタさんの車でいざ鎌倉へ。鎌倉までどれぐらいかかるでしょうか。1時間半ですね。1時間半。大泉食べてきた今日。いや僕だから もう軽くにしましたよ。だからするとこちらにちょっと用意させてもらってるやつがあるんですよ。え、なんかあるよ。はい。うわでかっ。何それ。おにぎりちゃうこれ。北海道の具材をちょっと使ってですね、中に具が北海道の具、はい、爆弾握り感覚で何の具が出るか。爆弾、あ、でも爆弾握り感覚というか爆弾握りですよねこれ。どう見てもでかさという。ガリタさんも食べたいんでしょ。僕もそうですね。ちょっとあの一つしていただければ。あ、大泉君ね。大泉君。なんで俺がこの人に飯食わせなきゃいけないんですか。いや、ハンド運転してやるからお腹空いてるんだもん。うわ、すごい。じゃあ、鮭。いや、あの鮭はいいんですけど、その具の入ってるところをほとんど食べられたからもう。では大泉さんも中身は。ほら、お、大泉くんの何？ホッケ。ホッケ、やった。北海道といえばホッケ。
さあ矢部市のはイクラ。イクラ、北海道といえばイクラ。ホッケのおにぎりだって見たことはないんですけど、ただこれ美味しいね。美味しいでしょ。ちょっと醤油って。なるほど。大泉さん、大泉さん雨男ですね。雨がすごい。まあこれはまあしょうがない。これは本当にこれは雨男ですよ。お前よ。ここ何日かあの仕事するたびに必ず降ってます。これはちょっと。そしておにぎりを食べ1時間半。この鎌倉着きましたですけれども、はい、あら、可愛らしい帽子のお店なんかもみんな。髪の毛ほら、天パやから帽子とかかぶっとった方がいいんちゃう？まだもうそろそろもう髪の毛ないんだから帽子かぶった方がいいよ。言うなよ、そういうこと。ないんだから髪の毛。あるよ、まだ。天パ対ハゲ。誰が天パ対ハゲ。天パ一行が到着したのは鎌倉一古いフランス料理店コアンドル。ここにはガリタさんが鎌倉の友人に教えられて以来わざわざ来る価値があるという超絶グルメと素敵なマスターが。あれも多分マスターですよ。あれマスターや、はい、お前間違いないですね。26年前のまだ動ける頃の。まだ動ける。まだ動けますやん。最近腰が痛い。腰がちょっと痛いと、そこへ。お、美味しそう。早くも自慢のビーフシチューです。どうぞ。うわ、これは美味しそう。違うやろ、ほら、これ美味しそう。スープカレーしか見たことないから、こんなあんまりビーフシチュー見たことあります。うまそう。これは美味しそう。この香り、あ、焼きたてのガーリックトーストです。ガーリックトースト、はい、来たぞ。ガーリック入ったよ。はいよ。ゴーヒロミですから気をつけてくださいね。ゴーヒロミアチチですか。アチチですか。ピンポン。難しい問題でしたよ今の。いやー、めんどくせえ。そんなマスターもおすすめするこのビーフシチューは、某有名ホテル出身のシェフが生み出した味をここで46年間守り続けているガリタさんお気に入りの一品で、手作りのガーリックトーストとともにどうぞ。柔らかそうですね。いや、一食目がうまそう。まずはビーフシチューだけで楽しむ。パク。熱いでしょ。熱い。まあ、いかがでしょう。超うまい。超うまいっす。いやいや、うまいやろな。どうぞ召し上がれ。うまそう。さあ、うまい。うまい。うまい。うまいぞ。うまいでしょうね。うまい。はい、では矢部も。これうまいでしょ。とろとろ素晴らしい。とろとろよ。食べ飽きしない感じのビーフシチューですね。だんだんね、このソースにちょっと疲れてくるようなちょっと飽きが来てしまう。お味のものもありますけど、はいはい、これはね非常にさっぱりとしている、うんうんうん、ガーリックトーストにシチューをたっぷりとつけて、うん、ラスクのようにラスクのようにパリッていきましたですけど、こんなちゃんとしたフランスパン一口いったら口の中多分切れてますよ。しっかりしてるもんな。硬いですもんね。では小さくちぎってから。わあ、ねえ、ね、これはいい。いいでしょう。素晴らしい。これはガーリックともね、相性がまたたまりません、ね、なるほど、はい、バランスがいい、ね、ガーリックがすごく多い、はいはい、おにぎりからのシチューですからね。いや、返す返すもおにぎりいらなかったな。ほんまほんま、こっから行きたかったですね。食べていると、あ、お待たせいたしました。鴨肉のコンフィでございます。コンフィ、コンフィ、はい、コンフィですね、これマスター。コンフィでございます。コンフィですね、はい、ガリタ急ぐなって。シチューからのコンフィ。つまりこれ一品じゃないんですね、こちら。そうやね。コンフィとは低温の油でじっくりと仕上げるフランス料理の調理法で、ここでは6時間かけて合鴨肉の臭みを消している。そして驚くほどの柔らかさで海外にもファンがいるというお墨付き。うわー、美味しそう。うわ、これはいいね。いやー、サクサクと入ってきましたね、外側が。うわー、これは美味しそう。この鴨美味しそうだな。これはダメだ。大きいピースをまた行きますね。鴨肉のコンフィ二口で行く。もうないじゃない、ほとんど。いやー、
これは美味しそう。どうぞどうぞカンフィ。ほら贅沢やな。これは贅沢ですね。俺言うだよ今。贅沢って0コンマ5秒前に釣られてしまいましたね。釣り上げられてしまいましたね。コメントが。コメントかぶったらダメなんですか。いやいやダメでしょ。それぐらいのことはいくらでもコメントなんか。今のは完全に釣り上げられましたから。そのお味はうまい。ほら口に入れた瞬間に。いやうまいやろ。すぐ来たでしょ。うまいね。口に入れた瞬間に。美味しいものはね、うん、長いからな。ね、なんか言いましたけども、そういうことで美味しい。直接もすぐ来るね。入れた瞬間はうまい。うん。や珍しくこうモリモリってますけど、うん、うまいっすか。うまい。おい。ちょっとおゆみさんの食べるペースが非常に遅い。うん、やべし見てください。これもうすぐ行けるから、はい、これ何全部食べないと次行けないですか。あえ出ました。今聞きました。そういう、いやいやいや、そういう番組ばっかりやってんのかな。大泉さんは食べたせいでとかそんなことばっかりかな。別に僕はその全部を食べきらなきゃいけないという番組ではないわけですよ。いやそういう番組なんだよこれは。だってえ食べてねえんだよ俺。みんな食べてますよ。大泉さんが出てるテレビってそんなんばっかりなのかな。例えば北海道の方とか。いやそういう無茶なルールを北海道の番組は作らないんですよ。もしかしてあのカムも本当走ってないじゃないですか。走ってるわちゃくちゃ走ってるわお前。知ったよお前、俺の尻とんだけ上がるなんか。じゃあ食べていただきましょう。いやカムとは違うでしょこれ。今目の前に出された美味しいものを食べる、そういうことですよ。ガリタ食堂食べれますよ。いやだとしたらちょっとやっぱり品数多いかな、はいはいはい、ちょっと多いかな。この後のことも考えればな。いやもうやっぱり大泉洋スペシャルでまだ今あの映画のこと何にも放送されてませんから。うわ今何の映画に出てるかすらわからないですね今。今カモ出るとこだった今。ガリタ食堂に出ていただいてガリタさんと同じように食べていただいて、ほんで最後の最後にやっぱりこう PR していただくって、これみんなそうですよ。いやだとしたらやっぱりそのディレクターの説明が全然足りないわ。だってあのキオス会議自体はもう今日公開になってるんですよ。もう今日の朝からもう公開だ。今日はおそらくだからもう今日ご覧になったということ。使いにくいぜ。土曜8時にこれは無理だ。おっちゃったら空の玉はねえだろ。使えない。こっちカモ食ってんのにさ。食欲も限界だぜ。映画の宣伝は食べた後にたっぷりとお願いしたいが、大泉さんは早くも満腹に。そして矢部は AD のヘルプに救われ、ガリタさんはといえばもちろん2軒目と店を出たところ。あのちょっと申し訳ないですけど、はい、その先ほどもおっしゃいましたヘルプというヘルプという、はい、ありますよね。ヘルプありますよ。私それはもう最初から発注してあるので。あなるほど。ということは確か映画そうそうたるメンバーでした、ね、当たり前じゃないですか。そんなもん私一人で宣伝というのもあれなんで、番組的にもありがたい、ね、ありがたいですよ。あそうです、まあ、正直、はい、まあ私一人で1時間はちょっと荷が重いです。いやいやそんなことないです。いやいやいやスーパースターですよ北海道が生んだ。やめてそんなことない。そんなことないからやめてちょうだい。クラーク博士ですよもはや。クラーク博士と、まあ、喜んでいいのか。平成のクラーク博士一行はガリタさんの車で2軒目。これもつまりもうそのなんですか、湘南とかそっちの方なんですか。うまいそうです。江ノ島とか由比ヶ浜ね。すると行く先にあれあっちまでなんか出してる。なんか出してる。そうほら左行っちゃう。あれこの人誰何してんの。まるで恋愛バラエティー相乗りのように手書きボードを持って立つ見知らぬ男性。大泉さんは知り合いのようだが果たして彼がヘルプなのか。何ですか。あちょっとこんにちは。どうしたどうした。どうもお世話になってます。えすいません、大泉がどうもお世話になっておりまして。どうしたどうしたんですか。よろしくお願いいたします。これは大事件起きてるぞ。誰ですか。ちょっと大泉さんえすいません、じゃあ自己紹介を。あの北海道から参りました森崎博之と申します。よろしくお願いします。いや違う違う、いやもうちょっと説明しないと。北海道から推し
北海道では知らない人はいない俳優の森崎博之さんは大泉さんも所属するチームナックスのリーダー。今日は映画の PR 活動に励む彼を助けようと駆けつけてくれたのだが、さっきそのヘルプって言ってたのはそう僕です。いや映画かこれ清須会議出てあるんですか。出てません。出てない。いや出てないです。出てない。はい、こんなこと言うたら本当申し訳ないですけど、てっきりその映画に出てはる方が来られるもんやと思ってましたから、はい、出てません。出てないんですね。出てない。出てない。出るわけもないですよ。ダメですか。いやダメ。いやいやダメではないですけど。じゃあ行きましょう。どこに行くの。食べに行くんでしょ。気まずいんですよね。ダメじゃないよ。食べには行くんですか。でも僕大丈夫ですよ。 お気遣いなく。いやいや違う違う大丈夫です。違う違う違う。いやお気遣いなくもない。大泉君一人で乗るよ乗るよ乗るよ乗る乗る乗る乗って乗ったよ。ちょっと運転しますか僕。いや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 。ガリタ方が。ガリタ方が。ガリタ方が。一つも分かんないし。無邪気やな。無邪気や。行きましょう。北海道から腹をすかしてきたというリーダーを乗せ再び出発。頼むリーダー食べてよ。もう俺もうお腹いっぱいだから。何食べたの。長いのシチュー。シチュー。シチュー。ビーフシチューと鴨のコンフィ食べたよ。よかったね。もう俺言ったの。俺言ってないかもね。俺言ってもらってないか。でもリーダー流れ的に俺っていう感じじゃないんだよ。だってごちそうになったんだろ。リーダーは食べ物の中で何が一番好きですか。それそんな気になりますかね。全国的にうちのリーダーが何食べたいかとか。せっかくやっぱり気持ちは嬉しいけど、いや世の中の人にもやっぱリーダーもしてもらいたいから。そんなにね、そんなにうちのリーダー今フィーチャーしなくてもいいから。いややっぱだって土曜8時に言ったら言い方悪いですけど、あんまり知らん人がど真ん中に映ってるからゲストで来やったわけですから、でもそれなりに視聴者には知ってもらわないと。そして到着したのはそば切り歌人。ここはかつて店主のサービス精神からデカ盛りのあるおそば屋さんだったが、量より質を大事にするガリタさんも納得のおそばがあるらしい。お待たせしました。あら、これはどうやろう。いけんのかな。無理なんかな。普通のおそば屋さんよりは少し多い。いやこれはうまそうだ。ほい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 。これはあれ、いくつある？4つ用意してます。4つ、はい、4つ4人前、4人前です。あ、リーダーの分も。ということは、それはただ一緒に食べてる人だからそうじゃなくて僕 の残った分を食べるわけです。さすがマスター、おもてなしですねこれ今流行りの。店主はサービス精神旺盛なのだ。素敵。やった。なんとヘルパーで来ていただいたリーダーにも。あれ、さらに、あら、うわうわうわマスターこれはかき揚げせいろっていうののちょっとかき揚げのちょっと多めっていうメニューなんですけど。なるほどなるほど。ガイさんの専用の一人分ですか。いやーえこれはすごい。やられた、はいはい、やられた。このかき揚げせいろは以前はデカ盛りメニューの一つとしてもっとかき揚げが多かったのだが、ガリタさんが訪れた際ベストな量を店主にリクエストして作ってもらった、いわば裏メニューなのだ。こうなるとそばがもっと欲しいですね。さすがリーダー。ちょっとねこれじゃね、そばとね、ちょっとそうですね。とガリタさんが、あ、かけんのか、かけんのか。そば湯で割ったつけ汁を豪快にかける。かけんだよ。そして何、そばじゃどう食うの。ああまだあるんですね。そんなにそうするわけないじゃないですか。残して、そうか。いただきます。どうぞどうぞ。さあ、お、腹から声出てますね。リーダー声がでかいんですよ ね。やっぱ舞台でね培った。おいしい。おいしいですかリーダー。これおいしい。うまい。これ北海道のそば粉ですか。ほら、森崎さんは北海道で農産物を扱う番組を持っているのだ。この都内の。そうです。あ、よくご存知。リーダーすごい。そば博士ねえ、すごい、はい、あうおうまいですか。では皆さんも。シラスも入ってます。シラスも入ってるねって。うわ、うまい、うまいやこのかき揚げ。ほら甘ネギ甘い。ほんまや、いいですね。シラスがいいっすね。うん、見てください、ガリタさんをもうほぼかき揚げ、このもう一口二口で終わっちゃいます。ところが
おっと、ここへ来てリーダーもかき揚げの量がものすごく減ってまいりました。リーダーは減るかき揚げはきついでしょ。リーダーぶっちゃけね、そのあんまり無理せずにちょっとお腹いっぱいになってきましたっていうのは言っていただいて大丈夫。どうですか。あ、お腹いっぱいになってちょっと無理してましたか。いやもう出会った頃の勢いはどこへ。何しに来てんだよお前のヘルプだよ自分の分すら食い切れてないだろ。考えなしなんですよ。ちょっと待ってください。何ですかこの打ち来るみたいな成田食堂ですよ。打ち来るみたいな構成にしてんのはお宝だろ勝手に俺の20年来の同級生の呼んで仲間呼んでちょっと文句が多いですよ。ずっとめちゃイケに対しても めちゃイケに対してはもうね、初登場からずっと言ってますよ僕は。ずっとねえねえリーダー、こんなんなんですか。ずっとこんな文句言いなんですかこの人は。僕を取り巻く環境が常におかしい。僕が言ってるのは正論ですって。じゃあ食べてくださいよちゃんと。食えるわけねえだろこんなにいっぱいかき揚げこんなの食えんのこの人だけなんだって。食わないと PR できないんだから。おかしいんだってそこのその体制が。しかも俺の、ま、しかも俺のヘルプで呼んだこの人自分の分すら食えてるそんなだけ。あっという間にお腹いっぱいですとかどうせってリーダー。このままでは全く映画の PR にならないので。あれが噂のヨダ。僕らのマネージャーさ、僕らの劇団のマネージャーで、なぜヨダさんがここに隠れてたのかちょっと分かんない。なんでやろ。だからね、ヨダが今ね、この狭い中にわざわざ入ってくるって分かります、はい、もう番組の構成が心配でしょこういうむちゃくちゃされた時にちょっと止めてくださいって言うためにヨダ入ってるんですよ。でもね、自分にされたら止められない結局ね、盗んでくりつけてるけどいいんだってヨダ、お前もなんでお前、お前と森でお前全然俺映んないんだよいやだって、ヨダさんもやっぱり映画の PR してほしいから。そしてラスト1枚はリーダーの森崎が。さすが、映画いっぱいお客さん入るといいね。いやいやいや、なんかいいこと言ってかっこいいリーダーやたら好感度上げてます。泣いてしまうわもうリーダー持ちましたね。出てないんですよ映画に。仲間思いの森崎さんに助けられ2軒目も終了と。ここで明日朝から北海道で仕事があるというリーダーは羽田空港へ。そして一行は3軒目を目指す。北海道からの助っ人森崎さんと別れた一行は3軒目。もうほんま次で最後ちゃう。最後だと思うで。いやもう眠いもんな。え満腹中枢だね。眠いっすよ眠いと。その時、あれちょっと待って、おっと、おーっと、来た来た来た。三谷監督が合流。ゴー、待って待って待って感じたよ。止まって止まって止まって止まれないです。止まれない。追う三谷さんに止まりたくても止まれないガイタさん。危ない危ない、絶対運動してない人ですからこの止まれない危ない止まれないんです。ガイタさん止まって、行こう行こう。ちょっとハザードハザード。ああ監督やのに。監督死んじゃう。めっちゃ走ってみてる。止められへんのやろこれ。止められない。大泉さんが依頼した強力な助っ人だったが、超重鎮だから。なんであんなとこで待ってあったんやろ。やばい、これはやばい。ここやったらよかったのにな。これはやばい。うまいこと信号あったらな。俺はめちゃイケも俺は知らんよこれは。後ろ髪引かれる思いで到着したのは鎌倉どんぶりカフェボールズ。ここはあのガリタクエストを作成した会社が上にあり、打ち合わせなどでよく訪れていたガリタさん行きつけのお店。いやちょっと吸ったもんだありましたが、とりあえずお店になんとかどうにかこうにかたどり着けました。吸ったもんだってびっくりしたねあれ。監督をスルーしたこといやあれは止めるべきやったと思うよ、はい、いや止めるべきやったと思うよ。うわ俺はもう絶対三谷幸喜作品出られん。いいな君出る気ないからそういうとこな岡村が後悔している中、ガリタさん一押しの料理が。あ来た
お待たせいたしました。いやー、なにこれ。マグロの喉肉のユッケ丼ですね。失礼いたします。お待たせしました。うわー、いやー最高。うまそうやけど入らへん。めっちゃうまそう。めっちゃ食いたい。ダイエット中の岡村も気になる。こちらは三崎沖で獲れたマグロの貴重な部位、のど肉のみを使ったユッケが乗った丼。これにガリタさんがリクエストしたトッピングメニューがあって、あ、まず半分ぐらいを乗せちゃって。そうなんやね。そして豪快に。あだい。なんでこの人が食べるのに変な SE 入れてんだよ。どうですか。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。うまそうやけどな。クリームチーズみたいなのに入れることでまたちょっと変わるんですか。キムチと相性がいい、ね、キムチとの相性がいいって。満腹の大泉さんはとりあえず喉肉を。あ、ほら、ね、これはね、うん、うまい。うまいでしょ。うまい。出た。合う。確かにこれはええわ。クリームチーズとキムチ。うまいけど全然入らん。あと、ヘラ別もんじゃないの。なんで三谷幸喜スルーしたの。やっぱこれ大事な、やっぱ戦力なんでしょ。ヘルプでしょ、どう考えても僕の。とその時、今なんかとんでもないの見たな、まあ、店の外に。あれ、あ、安心感情。おい、まとめろ。知らん顔した方がええよ。危ないって。止めろ。ってくん行ったか。足がもう監督、監督候補です。無言で岡村の元へ。僕じゃないです、僕じゃないです、あいつです。あいつが、あいつがダメだ、出せって言ったんですよ。俺は止まれって言ったのに出せって言ったんだよね。スルーだ、スルーだ、スルーだって言ったの。これは本当にもう、あの、正式に揉めた方がいいですよ。あんなに走らしちゃダメよ。足もおかしなってるよ。見て、三谷さんまだ喋ってて。反省やったんすか、あれからずっと。怒られるわ、ほんまに。ちょっとトイレ行ってきてくとりあえず。どうしました、どうしました。それはもう、トイレを我慢して走ってきた三谷さんは、清洲会議の PR 活動を大泉さんと一緒になってこなしており、彼がめちゃイケに出演するならと鎌倉までわざわざ来てくださったのだが、三谷さんのダッシュ見て、はい、一番笑ってたのは大泉です。こいつです。こいつです。あれを、あのテープだけくれっつって。バカにしますよ。バカにしますよ。まあ、まあまあ、彼はそういうやつですよ。あんなに足速いんだ、ゲラゲラゲラ笑ってましたよ。まあ想像はつきますよ。そうでしょ。声が聞こえてきた気がする。さすが監督、君はそういう人ですよ。どうでしたか、みたいな。実際このね、あの映画で大泉さん使ったわけですけども、うん、使わなきゃよかったよ。ほんまね、がっかり。ほんまですよ、うん、秀吉をやったんですよ。はいはいはい。本当はね、うん、僕、岡村さんにやっとる。そうですよね。いや、これ、大泉君、大泉君、これね、僕、フジテレビのメイク室で三谷さんから言われたんですよ。これね、正直誰でも言ってます。この間、他のテレビでは、ギバちゃんに最初オファーした。ちょっと、コロコロ三谷さんって言ってますけど、最初は柳葉さんにオファーして、はい、それで断られたんで、大泉君。僕はこれないんですか、この品川は。ちょっとこれよく考えたらね、これヘルプってね、はい、いやリーダーなともかくも、だって僕が食べたものね、残りお願いしますってこれ言えないですよ。ていうかさ、これだけ走ったんだからなんか食わせろよ。これでもええっていうことよ。これでもええんじゃないで、ごめんなさい。これうまいですよ。三谷さんもガリタ食堂を体験したかったのだ。いかがでしょう。うまい、うまい、おいしいでしょ。おいしい、おいしいんです。すいませんね、こんな大泉くんの食い差しで。いや、仕方ないですよ。とガリタさんが、え、え、そういう、最後こうやってた。あら、それであの、あれな、素材のままな。なるほど。もうだから、なんでそれ早く言わないですか。俺めちゃくちゃその汁も飲んじゃいましたよ。今こっちの方が入るわ、入るわ。さらっと、うん、さらっといける、いける、いける。はあ、
それやりたかったですね。いいですね。腹減ってきた。すると、大泉さんね。どうした？どうした？いらない、いらない、どうした？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 なるほど。どうした？どうした？どうした？おい、食べない、食べない。よかったね。どうしたの？どうしたの？どうしたの？これ振り出しに戻るって。何これ？ガーベラの中に入れてみて。これ食わないから宣伝できないとかやめてください。これ食えるわけないでしょ。もう一個出される。そのシラスのやつにちょっと入れて食べてみてください。話聞けよ。答えろって、答えろって、俺の言ってることに答えろって。何ですか？俺は食わなかったら宣伝させないとかそういうのやめてちょうだいよって。はい。おい、耳聞こえないのか。この二人のやり取りを見て。本当の状況が分かってきた。分かってもらいました。これ僕食べちゃいけなかったのか。全然大丈夫です。全然大丈夫大丈夫です。これも正直食わせた方がいい。そうですね。いやこれはうまい。じゃあ全部食べたら PR。 うまい。君はやっぱりね、おかしいよ言ってることは。どうしたんだよ、ね、こんだけ頑張ってね、朝から頑張ってね、やってきて、ね、映画の PR したい、映画の PR したいだけに出てるんですよ、僕は、ね、おまけに君たちの番組はもう以前にももう全開持ちや、言ってみたらね、まるまるカットという。お前が悪いことしたからな。俺が悪いことしたんだ。今悪いことした。俺がいつ悪いことしたんだよ。お前があんなことさえせんかったら。悲しく生きてきてるわ。あの時はドラマの PR で一日中ロケをしたのに放送されなかった。今日公開ですから。今日なんだ。今日です。今日公開の、今日のもうお昼に公開になってる。もうじゃあ公開されてるんじゃない。されてます。されてる。大事な日だよ。大事な日なんです。何やってんだよ。何やってんだよ。食べろ。食え。食べろ。謝れ。先生の天性の嗅覚で乗ってらっしゃいますけど、間違ってますからね。それ伊谷さんの天性の勘でヘルプしないという結果に終わり、ガリタさんもここで満腹に。監督とはこの店でお別れし、いよいよ映画の PR タイムと行きたいが、さあ、なんやかんやで、ガリタ食堂これでっていうことになってますけども、大泉さんこれで大丈夫ですか？オンエアになってるんですか？あの僕の映画のコメントは。いや、今のところまだなってない。だから大泉スペシャルって言ってましたけど、これじゃあ1時間尺いってない。結構バッサリいかれてるね。まずはあのここまで使ってないんだとしたら、ちゃんと映画の PR させていただきたいんです、はいはいはい、きちんとした形です。だって僕は心配なの、大泉君だけがさほど印象に残ってないんじゃないですか。僕はちょっとそれが心配で。結構喋ってんのよね。だからガリタさん、まだちょっとお腹ちょっとだけいける？まあ大丈夫です。あ、ちょっと行こうか。じゃあ、あの挽回しようか。もういいですもん。行こう、車乗っても。もういいです。もういい。あたがたといても、もうなんだろうな、腹が立つ。いいです。もうとりあえず車に乗ろう。いや、乗らない。もう乗らない。もういいです。もういいです。車で行くよ。あのね、もう電車で帰る。いや、電車って言うたかって。めちゃくちゃ言うな。君たち電車やめとった方がええって。混んでるから。電車混んでるから。大丈夫。君たちと帰るぐらいだったら電車で帰って。電車は混んでるって。大丈夫。電車で帰るわ。大泉君、電車はあかんね。大丈夫。君たちと帰るぐらいだったら電車の駅どっちや。とは言っても、本日は大泉を1時間スペシャルなわけで。あ、やっぱり乗ってるやん。ぴったりだね。ようこさん。混んでた。待ってましたよ。ちょっと混んでたね。時間的にね。混んでましたね。さあ、あと15分お願いします。めちゃイケアカ DVD を購入した西さんへの出題です。2012年のオカザイル2にて、E-Girls と一緒に E-Girls アンセムを踊った際、
岡村が女性の中に馴染むためにしたこととは何でしょう。はい、さあそれでは西さんの答え見てみましょう。こちら。何何すかこれ。お菓子会。お菓子会。お菓子を食べて食べて馴染む。そんなシーンありました。お菓子食べていやーって言うて、ま、僕お姉やないんですからそ女子はそうやってお菓子食べるか分かりませんけれども、あこんな明るくしちゃあかんよ。罰ゲーム出ました。モーグス以来の脇毛処理済み。これ前にもやったんですよ。2001年のモーニング娘。のライブの時にも脇毛剃りました。はいはいはい。もちろん西くんね、今もはいって言いましたから、モーニング娘。がめちゃイケに出てるっていうのはもうもちろん知ってますよね。知ってます。言いましたね。それでは岡ザイルはヒロさんからのオファーでした。はい、モーニング娘。は誰からのオファーでしたか。早い。おい、はいはい、西さんの答え見てみましょう。こちら。おお素晴らしい。でもこうツンクさんって書いてますけど、はい、正式な表明はツンクの後にある記号が入ります。書いてください。お願いします。はいはい、それでは西さんの答え見てみましょう。こちら。なんだなんだなんだ。言って自分で言ってみてください。これツンク。半音上がりましたね。すごいね。ツンクっていう音符がちょっと入って。惜しいですかね。全然惜しくないですよ。ちょっと西さん、こんなまた西さんがこんな状態ではあれなんで、ちょっとモーニング娘。の DVD も出します。DVD DVD めちゃイケにあのモーニング娘。が出てくれた時の DVD もこれ出します。ほんでその出た時に早めに西さんにはお渡ししますんで。あ、はい、じゃあもう今お財布あります。あ、あります。あります。お、ちなみに今日おいくらあるんですか財布の中に。ですね、2万2200。いやもう細かいのはいいですわ。この間より随分と持ってらっしゃるじゃないですか。どうしたんですか西さん。76円です。いやいいです。すげえな西さん。なんかもうどうしたの。あ、これ、あそうか、かま鎌倉の次ここか。そうそうそう、便利ですね。何時間混んでるって言ってたでしょ。言ってました。はけ際、うん、大泉君、はい、これ別にトークのコーナーじゃないの。分かってる。分かってるよ。なんだなんだよここ。いやいやいや、エイラの PR をさせてもらいたいのよ。じゃあちょっと着替えて。着替え。ニュースだとね、電車やから、電車の格好して、やってますから、電車だから。とりあえずスタジオにあった大道具さんのヘルメットを借りて、あ、電車や、電車や。顔にもラインを入れさせてもらい、さらに服装も。お前もうこれ買い取りだぞ。ちょっとこうしてもらえる？下になって。いいですか？はい。あ、いい。かっこええよ。ちょっと横横。それじゃあみんな行くぜ。俺たち電車はガタンゴトン、めちゃ銀トンでガタンゴトン、レッツライド、レッツライド、めちゃ銀トン、ストーブポカ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 、
スイ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 メーチャギントン雷ゴロ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 メーチャギントンパンチパッチャッシャパッシャッシャッて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 パッシャ
温めとけ。温めとけ。素晴らしい。温めといて。温めてたでしょ。温めてたでしょ。温めてたでしょ。すっごい臭いですよこれ。嘘。吐いてた。臭かっても温めてたんでしょ。吐いてはった。出世するな。いいですかもう。え？いやもう今日まさに今日公開になってる清洲会議なので、これはもうここでやらせていただきたいです。頑張りましたよ僕。ゾウリはもう告知だけど、十分告知や。これ一個で清洲会議って誰がわかんねん。わかるわ。めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。やれないじゃない。ええやる。秀吉になってやれないじゃない。草履をやればいいじゃない。草履をやる。草履のシーン。草履のシーンみたいな。いや、やぶさかじゃないんですけど、あの全く映画には出てこないシーンです。あのね、清洲会議。いやいや、清洲会議っていうのはもうそのシーン終わって、とっくに終わって、信長様も死んでるんです。本能寺の変で死んで、その後の織田家を誰が後目を継いでいくのかっていう話なんです。この草履のシーンないの？終わってます。信長死んでるから。恥かかしやがってアホ。だから電車の人もスッと入れてくれたのに。ほんまや。恥かいてるわ。誰のが知らんよ。楽しいやれよ。配送シーンで。配送シーンで。思い出して。配送シーンで。配送シーンで。配送シーンで。恥かかすなよ。あったとしたら。じゃあ、そしたら、じゃあ信長だな。そうだな。信長だ。映画では見られない貴重なシーンをどうぞ。親方様。懐で温めておきました。なんじゃこれ楽しいやん。痛い。すごい最高の告知じゃん。今の三谷さん、僕を責めないでね。十分できてるよ。ありがとう。